詳しく聞かせてもらえないかしら。なぜこんなところにボイドゲートが封印されているのかを。その理由に触れる前に、遠く南方での昔話を語っておく必要がある。遡ること5000年以上、アラグ帝国が南方大陸メラシディアに対し侵略戦争を仕掛けた時のことだ。押し寄せるアラグの軍勢に対し、メラシディアの民は2億の天竜バハムートとティアマットのもとに集い、果敢な抵抗を見せていた。だがバハムートが討ち取られたことで均衡が崩れる。そうして劣勢に立たされたメラシディアの民は次々に蛮神を召喚したのだ。これに対して時の皇帝ザンデが取ったのが、ボイドの魔王暗闇の雲との契約という策だった。蛮神を擁するメラシディアの軍勢と魔王配下の用意を要するアラグの軍勢の正面衝突。それは悲惨な戦いだったよ。俺たちもそのあたりの歴史については詳しいつもりだが、まるで見てきたような口ぶりだな。事実、見ていたんだ。劣勢に立たされたティアマットの報告を聞き、彼の地へと駆けつけた私と、姉であるアジュダヤはね。本来我ら竜にはオスメスの性別はないのだが、人の言葉で言い表すならアジュダヤは私にとって姉と呼ぶべき存在だろう。最も遅く帰った小さな私を親代わりのように育ててくれた相手でもあるのだ。だから当時も共にあり、ティアマットの報告を聞いて南方に向かい、その窮地を救わんと用意の軍勢と戦ったのだ。しかしどれほど打ち倒しても用意は無数に現れる。消耗戦を強いられる中で、やがてアジュダヤは戦況を変えるべく賭けに出た。ボイドゲートに突入し、用意の軍勢の大元を叩こうとしたのだ。無論私も姉さんを追ってアラグの根拠地にそびえ立つ水晶の塔に向かったが、目の前でゲートが閉じてしまってね。それ以来姉さんのアジュダヤの行方は用として知れない。歴史に詳しいだなんて前言は撤回しなくちゃならないな。クリスタルタワーの記録にもそんな話は記載されてなかったぞ。アラグにとっては取るに足らない出来事だったのだろう。破れかぶれになった竜がボイドゲートに飛び込み、そして帰ってこなかっただけなのだから。ともかく私はそれから長きにわたりアジダヤの痕跡を探し求めた。だがアラグの滅亡に伴い、竜が通過できるほどのゲートを開く技は失われ、姉さんを追跡する手段もなくなってしまった。でも現にここにはボイドゲートがある。それもラザハン式錬金術の技法を用いた装置で人為的に制御されたものが。ラザハンが起こるよりも前のことだ。アジュダヤ捜索のためボイドに渡る術を探し求めていた私は、
北条海の海底にて自然に生じたらしいクラックを生み出した。だがそのクラックは小さく、竜の巨体では通過がかなわなくてな。しかしラザハン建国によって錬金術師たちの協力を得られるようになったことで事態が動き出した。彼らは本当によくやってくれたよ。数十年の時を経てこのような人形を通すほどにまでクラックを拡張してくれたのだから。確か以前にお前はこう言っていたな。天竜たちに方向で語りかけたが、アジュダヤは答えなかったと。つまりそれは、人形の体を使いゲートを通ってボイドに赴いたが、姉さんを見つけることはかなわなかった。ボイドに足を踏み入れた私が見たのは、ゲートが開いたことを感知して押し寄せる妖異たちの姿だけ。結局はすぐにこちらの世界に帰らざるを得なかったのだ。そのままではラザハンの民に累が及ぶ可能性が高い。アジュダヤと人を天秤にかけ後者を選んだというわけか。アジュダヤはあなたの方向に答えなかったのではなく、そもそも方向が届かない場所に今もなおいるのですね。次元の壁によって隔たれた第十三世界に。いずれにせよすぐに引き返したのは正解だった。第十三世界に残り続けていたら、いかに天竜とは言っても容易化してしまう危険性があるからな。あんたも闇の世界で目にしただろう。パリパリって、あの時ネロは外傷をきっかけに体内のエーテルが乱れて肉体が変容しかけていたんだぞ。つまりあのまま時間が経てば生きながらにして妖異へと変じていた可能性が高い。だとしたら姉さんはすでに。あ、いやすまない、あくまで可能性の話をしただけだ。七大天竜の鱗はエーテルの変化にめっぽう強いはずだ。五根の霊輪の素材としても使われたぐらいだし、そう簡単に容易化すること。で、そうか。霊輪があれば第十三世界に長期間滞在したとしても容易化することなく行動できるかもしれないな。いずれにせよ終わったことだ。姉さんがあの暗がりに消えたのは5000年以上も前のこと。何より今の私には守らねばならない民がいる。そも私は遺跡に入り込んだものを感知し、いたずらにゲートを開くことがなきようここに来たのだ。宝の回収も兼ねてな。いっそ忘れてしまえたらどれだけ。